右から大牟田市長と書いてあります。ここはですね、福岡県の最南端でいいのかな、大牟田市です。大牟田といえば昔最短ですね、あの炭鉱で炭を採掘する事業で非常に繁栄したところです。もう石炭の需要が下火になってからね、だいぶこの大牟田も錆びれてしまったようなんですが、まあかなり繁栄していたということもあってね、こういう市役所みたいな昔ながらの荘厳な建築物もいくつか残っております。この大牟田市の玄関口になるのがもうすぐ近くなんですが、大牟田駅ですね。そこの交差点を右に曲がったらもうすぐ駅です。こちらが JR の大牟田駅舎ですね。あっちにも緑の窓口がちょっと古い看板ですがありますね。この東側が JR の駅舎で、向こうに見えていますが、跨線橋を渡って反対側の方に行けば、西鉄の駅舎にも行くことができます。天神へ行くなら西鉄、博多へ行くなら JR ですかね。どちらもそれぞれ1時間ちょっとで、福岡の中心市街地までアクセスすることができます。ただ大牟田にはもう1個玄関口があります。これが大牟田駅ですね。でこっちです。新幹線の新大牟田駅です。まあ、しっかり新幹線の駅が大牟田市にあるんですけれども、何せ中心市街地から結構遠くてですね、不便という印象が強い駅です。実際 Google マップで調べてみると車でも15分ぐらいかかるみたいですね。新大牟田駅、コロナの影響がなかった2019年度だと1日の乗車人員が608人なんで、1200人ぐらい乗り降りがあったということですね。それに対して大牟田駅、JR の乗降が3500人ぐらい、西鉄の乗降が6500人ぐらいということで、まあ、足して1万人ぐらいでしょうか。新大牟田駅の8倍ぐらいの差があります。新大牟田駅の利用者が少ないのは立地のせいだけなのかと言われれば、まあ、そんなことはないと思います。新幹線は高いですからね。まあ、遠いのは事実なので、今回は大牟田駅から新大牟田駅までどれぐらい遠いのかというのを実際に移動してみて、あの体感してみこうと思います。ちょうどここに大牟田駅前バス停がありまして、ここからですね、快速のバスが出ています。新大牟田駅バスは2通りありまして、1つが普通の南関って読むかな、南に関と書くところ行きのバスなんですが、それが1時間に1本、そして、新大牟田駅の直行の快速で直行の快速バスがまた1時間に1本と、20分から40分に1本の間隔で運転がされています。53分ぐらいに新大牟田駅まで着きまして、で博多行きがね、もう11時58分、5分後には出るんですよ。かなり接続がいいです。確か本来のダイヤだと、48分着とかなので、遅れとかが全くなければ10分乗り換えになりますかね。まあかなりちょうどいい具合だと思います。僕は博多方面ではなくて熊本方面に行くので、残念ながらそちらは乗り継ぎはの便は悪いですが、
これならね、大牟田駅と新大牟田駅の、間あたりとかに住んでいる人だったら、バスに乗ってここまで来て、で、乗り換えて新幹線で博多まで通勤をすると、そういうのも難なくできると思います。噂には聞いていましたが、ガラガラですね。一応観光プラザとかはありますが、コンビニはもちろんありません。すごい静かですね。鳥のさえずりの音と車の音しか聞こえてきません。車の音も時々しか聞こえないです。駅舎の中にはコンビニはないんですが、あっちですね、幹線道路に出た方には、徒歩4分ぐらいのところにローソンがあります。私がいるのは駅の西口でして、この西側までは、ギリギリもともと住宅地だったのかなというようなところですね。多分20年ぐらい前からは少なくともあったような住宅地だと思います。土地だけはありますので、タイムズの有料の駐車場が設けられていまして、ごめんなさい、タイムズじゃなかったですね、市営の駐車場でした。30分以内なら無料なので送迎には非常に便利です。市営の駐車場から道路を隔てたところに JR 九州系列の JQ パークスというのがあります。こっちの方がはるかに安いですね。60分100円です。入庫より24時間で最大300円なんで、あまり駐車場の相場とかわからないんですが、かなり安く感じます。もちろんね、交通系 IC カードも利用可能と。西側の方は、元々からの住宅地がギリギリこの線路のところまで迫っておりましたけれども、今度は東口を見てみようと思います。はい、東口にやってきました。こちらにあるのがタイムズですね。タイムズカーシェアのレンタカーも止まっております。東口の方にも同じく JR 九州系列の駐車場がありますね。確かこっちはこの新幹線の定期券を使って通勤している人には結構いい割引があったはずなんですよ。自宅からここまで車で来て、新幹線に乗り換えて通勤をすると、そういう需要を促しています。東口の方は新幹線の駅ができてからようやく宅地開発が始まったところでして、新しい家がたくさん建っているんですが、ところどころね、まだこういうふうに空き地が結構残っています。こことかもそうですね。そんなところでしょうか。ごめんなさい、タイムズがやっているのはカーシェアだけみたいですね。実際には別の方が市営のパーキングを作っているみたいです。これ月決めなのかな。こういうふうにね、駐車場だけは非常に充実していますので、車で乗りつけて新幹線に乗り換える上では非常に便利な作りになっているような気がします。ただ燕号しか止まらないので、1時間に1本ぐらいしか止まらないんですよ。それを考えると、やはり大牟田駅みたいに30分に1本電車が出ていて、博多にも天神にも行けると、その好条件に勝つにはなかなか難しいんじゃないかなと思います。熊本方面に行くなら間違いなくこっちの方が便利でしょうね。ということで、ご視聴ありがとうございました。